51秒37、52秒台をまた上回りまして51秒台、最後まだギアを上げてくるかというそんな状況で帰ってまいりました。アンソニー・ジャコッポ1番時計更新。さあ、ツアーズプロジャパンの時には体調を崩してミノステージ以降欠場となってしまいましたアンソニー・ジャコッポですが、熊野では暴れそうなそんな予感。このタイムトライアル続いてブリヂストンアンカーサイクリングチームクラクシス、時計は58秒72、タイムトライアルフィニッシュを迎える予定はあと4人。続いて島のレーシング入部翔太郎、入部時計は55秒34。